バーナード・アルバート・ウッセイは、アルゼンチンの生理学者。彼は1947年、カール・コリー、ゲルティー・コリ夫妻と共に、脳化水体ホルモンが、動物の血糖であるグルコースを調整する役割を、見つけ出し、糖の物質代謝において、脳化水体全容ホルモンの演ずる役割の発見の、功績が認められ、ノーベル生理学、医学賞を授与された。また彼は、 ラテンアメリカの科学発展にも大きく寄与した。ウッセイは、フランスからアルゼンチンに移住した、法廷弁護士の父アルバートと、母、クララの間の8人の兄弟の一人として、ブエノスアイレスで生まれた。早熟の天才だった。彼は14歳にして、ブエノスアイレス大学長役学校への入学を果たし、17歳の1904年には、同大学薬学部に進学した。 ウッセイは研究者としてのキャリアを始めた頃、クロード・ベルナールの研究手法から大きく影響を受けたという。また、インスリンが内分泌腺へ及ぼす影響についての分析を行った。大学在籍3年目には、生理学研究政権講師に抜擢され、卒業後は、下水体の生理学的機能についての医学博士論文に取り掛かり、 これを1911年に発表した。この主題は、うっせえが生涯をかけて取り組む対象となった。博士号を取得すると、1908年から、すでに就任していた、講師職を、それまでの薬学部に加え、獣医学部でも務めることになった。さらに、学士を得るために、ブエノスアイレス公立病院で医師の補助を務める、仕事を始め、同時に、 多角的な知識の習得を得ようとした。そして1913年にはアルベアル病院の主任医師、1915年にはブエノスアイレスの国立公衆衛生研究所の実験病理学部主任に就任した。1919年にはブエノスアイレス大学薬学部で生理学講座を受け持つこととなり、1943までの在任中に同講座を 実験生理学や薬学において、国際的な高い評価を受けるまでに導いた。しかし同年、ナチのファシストに抗議する署名にサインするなど、自由主義的政治思想を持つウッセイの、その言動が及ぼす影響を恐れた、当時の軍事政権から目をつけられ、大学のポストを剥奪されてしまった。彼を含む多くの教育研究機関などから、 追放された科学者たち約150人は、研究を継続するためにウッセイを中心に、私立の研究所在エクスペリメンタル、メディシンバイオロジーインスティチュートを設立した。ウッセイが、公職に戻れない状態は1946年に、政権が不安ペロンに移ってからも続き、1955年の軍事クーデターを待たなければ解消されなかった。この間、 他国からの多くの誘いを断って、アルゼンチンに泊まりながら、ウッセイは研究の傍らルるイルロワールの私立研究所設立に参画するなど、精力的な活動を続けた。ペロンが亡命し、晴れて、ブエノスワイルス大学に復職した。ウッセイは定年までその職を、全うした。その後、1957からは、国家科学技術振興会の会長職に就任した。 その後も彼はアルゼンチンにとどまらず、ラテンアメリカ全域の科学研究や薬学教育の発展に向け、リーダーそしてプロモーターとして積極的に活動を続けた。科学博士でもあった妻マリアとの間に3人の子を設けた。ウッセイは1971年を去り、ブエノスワイレスのチャカリータ墓地に埋葬された。ウッセイの業績は神経、消化器系、 呼吸器系、循環器系と、生理学分野の多岐にわたる。その中でも大きく医学発展に寄与した、炭水化物の代謝に関する研究、特に糖尿病についての一連の研究が評価され、彼は1947年に、ノーベル生理学、医学賞が授与された。すでに1930年代には、ウッセイは、脳化水体全容部が分泌する成分が、 糖尿病誘発の効果を持っていることを示しており、その切除が糖尿病の病状悪化を抑える手段の一つだと明らかにしていた。この報告は、ホルモンが自動制御するメカニズムの解明に寄与し、現代内分泌学のあらゆる面の基礎的な理論となっている。うっせいはまた、人材育成の面でも非凡であった。彼の訓導を受けた多くの弟子たちも、 国際的に活躍した。レニン・アンジオ天神経解明のエドゥアルド・ブラウン、ミネンデズ、ブラジル神経生理学の父と謳われ、サンパウロ大学メディカル・ファカルティオブ・ブリバー・オプレットの生理学部長となったミゲル・ローランド・コビアンは、その代表と言える。彼らと共にユッセイは、人間生理学の教科書を執筆し、これは、ラテンアメリカ諸国、スペイン・ポルトガルで発行され、 1950年の初版以来改定を加えながら、世界中の薬学校で用いられ続けている。ウッセーの科学論文は、総数500を超え、専門書の執筆も数多い。その栄誉は、ノーベル賞を受賞だけでなく、ハーバード大学、ケンブリッジ大学、オックスフォード大学、パリ大学など19大学からの表彰。 イギリス内分泌学会からのデールメダル贈呈などでも検証された。ありがとうございます。